どうも大地です。はい、ということで今回はヒューマンビートボックス講座のまとめということで、今年の春から始めたこのヒューマンビートボックス講座なんですけども、一旦ここで、締め切りたいと思います。というのも、僕自身の出せる音をもうほとんど動画で教えてしまったんですね。細かく言えばビートの組み立て方とか、まだまだ教えられることもなくはないんですけど、動画的にもあまり面白くないんじゃないかなと思って、今回は今までの講座のまとめも、この動画の詳細文、再生リストにまとめておくので、今までの講座をそちらからご覧ください。で、今回最後にね、この動画で何をお伝えしようかというと、ヒューマンビートボックスのテクニックではなくて、ヒューマンビートボックスの練習法です。で、今回はこの練習法を簡単に3つにまとめてみました。で、その1つ目が、とことん真似をする。まあ、これね、当たり前と思われると思うんだけど、物事をこう取り組むときに最初は、真似をするんです。ただこの時に、一人を真似るよりも、二人、三人、たくさんの人を真似した方がいいです。たくさんの人の音だったり、たくさんの人のスタイルっていうのを真似して、で、たくさんの音だったり、その人だけのスタイルというものを自分に取り入れて、一回吸収するんです。で、それを最終的にこう、そぎ落として残ったものが自分のオリジナリティになると思うんです。でも中には初めからオリジナリティを出そうとする人がいるんですよね。で、オリジナリティってのはやっぱ人の真似をしちゃダメだって思ってる人が中にはいるんですよ。でもやっぱり全くゼロから自分のオリジナリティを生み出すっていうのは、まあ、とても難しいので、僕はこの真似をしてから、そぎ落とすという方法を、やる方がいいんじゃないかなと思います。はい、それが一つ目です。そして二つ目の練習法は、細かく分解して練習する。これもね、始めたての時ってなるべく早く、マスターしたいっていう思いがあったりすると思うんですよね。で、それ自体はいいんですけど、いきなりみたいな、たくさん音がこう含まれているものを真似しようとしても再現できないんですね。なので、まずはなるべく細かく分解するっていうところから始めます。例えば今ってやったとしたら、なんかベースが入っている、そしてなんかキック、ドラムの音も入っている、そしてなんか電子音みたいなのが入っている、なんかこのなんかちょっと変な変わった音も入っていると、まずはこういう風に分解をします。そしてじゃあまずは、このドラムの音からやろう。この中にも4つぐらい音が含まれてるんですね。そしたらじゃあまずはこのキックだけにしようっていう風に決めるんです。まず大まかに分解して、その中でも細かく分解をして、じゃあまずはこの音から取り組もう。で、練習するときはなるべくこれ一つだけに集中をするんです。いっぺんに10個20個練習しようとしたら逆に成長が遅くなるんですよ。これヒューマンビートボックスに限らず何事もなんですけど、いっぺんにね、新しいことを10個20個成長しようっていうのはやっぱり人間的に無理があるので、もう一旦こっちは無視して、とにかくね、一点集中して、ある程度これを90点まで持っていってから、他に取り組むっていう方が、絶対に早いです。一度ね、これ90点に上げてしまえばもう自然とできるようになるし、もうこれが50点とか下がることはないんで、まあ一応ね、僕のお伝えしてきた講座のこう仕組みがそういう風になってるので大丈夫だと思うんですが、まあ一つ一つの音をマスターせずに全部の講座の動画を見てもあんまり意味がないっていうことですね。一つずつマスターしてから、次に進んでもらえたらと思います。はい、それが二つ目の練習法でした。そして三つ目の練習法は、自分の音を確認する。これはね、自分のアウトプットしてると思っているものと、本当にアウトプットされているものが、違う場合が結構あるんですね。で、今の時代はもう便利で、スマートフォンのボイスメモで、録音してすぐ聞くことができます。で、自分がね、できてると思ってる音が、意外とね、こう客観的にこう音を聞いてみると、あ、できてなかったなっていうことがあったり、できてるかできてないか、ちょっと不安な音とかをちゃんと録音して確認すると、あ、できてるじゃんって気づけるんですね。
で、そうなると自分の自信にもつながる。欠点にも気づけるし、自分のいいところにも気づけるっていう意味でも、アウトプットを確認するっていうのを、やっていただければと思います。まあ、意外と普通のことしか言ってないんだけど、まあ、僕もその普通のことだけをやって、できるようになったので、このね、まあ、とことん真似をする、そして、なるべく細かく分解して練習する、自分のアウトプットを確認する、これだけね、ちゃんと取り組めば、絶対できるようになります。なので、まあ、ぜひ、自分の習慣に取り入れてもらえたらと思います。はい、ということで、今回はヒューマンビートボックス講座のまとめ、そして、練習法でした。また次の動画でお会いしましょう。See you next! Beat! バイバイ!